人生の幸福度を上げて自由な未来を手に入れよう。ライフハック1、あらゆる問題を解決するたった一つのひな型を知る。私たちはいつもちょっとした問題を抱えています。朝すっきりと起きられない、趣味がなくて私生活が充実しない、働きがいがない、などなど。これらの問題の解決方法にはひな型があります。私はそれを30代の頃に6年勤めたマッキンゼーというコンサルティング会社で教わりました。以来、このひな型があることによってすごく人生が楽になりました。そのひな型は何かというと、問題を漠然と捉えるのではなくて、より具体的にしていくということです。例えば、朝すっきり起きられないと言っても、毎朝起きられないのか、夜更かしした翌日だけ起きられないのか、あるいは仕事のプレッシャーが大きくて起きられないのか、など、いろんな状況があります。趣味が欲しいという問題にしても、趣味が一つもないから欲しいのか、それとも追加で欲しいのか、あるいはもっと華やかな趣味が欲しいのか、身の回りの人がやっていないような趣味が欲しいのか。問題が問題のままなのは、捉える範囲が大きすぎるからで、捉えられるサイズに小分けすれば、対処法が分かって必ず解決できます。マッキンゼーでは、問題が漠然としたままの状態を海に、具体的に小分けした状態をビーカーの海水に例えて、海は沸かせないけど、ビーカーの海水は沸かせると教わりました。確かにその通りで、なかなか問題を解決できないというのは、海ごと沸かすにはどうしたらいいかと考えるようなものなのです。ビーカーで海水をすくって小分けにして沸かしましょう。問題点を小分けにしたら、それに対して仮説を立てていきます。仮説とは、証明したい事柄について、答えはきっとこうなのではないかと仮決めをすることです。例えば、毎朝すっきり起きられないとしたら、それは睡眠時間が足りないせいかもしれないから、1時間早く寝るようにしよう。あるいは、目覚ましの音が小さいせいかもしれないから、音量を上げよう、などです。いくつか仮説を立てて、最もらしいものから検証していきます。そして、これが原因だったのか、と納得できたら解決できたことになり、納得できなかったら、他の仮説を検証する。そうやって繰り返すことで、必ず納得できる検証ができて、解決に至るわけです。仮説と検証を繰り返して試行錯誤するほど、新しい道が開かれやすくなるのも魅力的です。特に、仕事や家事の効率化、人間関係のごたごた、ひいては生き方に関する問題は、検証を繰り返す過程で新しい発見ができて、視野が広がっていくと思います。幸せになるためにはどうしたらいいか、という人生の命題のような問題も、今幸せではないと感じている点を洗い出して具体的にしていくと、必ず解決できます。いい仕事をして幸せになりたいから、まずは資格を取得して転職を考えてみよう。いい恋愛や結婚をして幸せになりたいから、自分を磨いて出会いを増やすぞ。健康な体を手に入れて幸せになりたいから、食事に気をつけて運動する、など、方向性が定まった時点で、問題は確実に解決に向かって進み始めます。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、圧倒的に自由で快適な未来が手に入る、勝間式ネオライフハック100という本をご紹介したいと思います。皆さんは、ライフハックと聞くと、どのようなものを思い浮かべますか？生活がちょっと便利になるアイデアや工夫、裏技といったニュアンスを感じる方が多いと思いますが、本書はその枠を大きく超えた、人生を心地よく生きていくためのノウハウが紹介されているんです。その数100。圧倒的というタイトルに偽りなく、本当に今読んですぐに役立つ考え方、今までの常識を変えてくれる考え方が100個も紹介されています。皆さんにどんな本を紹介しようかなと Amazon のサイトをあれこれ見ていた時にたまたま見つけた本なのですが、読んでみてびっくり。ライトなものからディープなものまで気になるものが山のようにありました。
著者は経済評論家の勝間和代さん。著書も多く、メディアでも活躍されておりますので、ご存知の方が多いと思います。勝間さんといえば、効率化と効用を重視した合理的な考え方というイメージを持っていたのですが、僕が本書を読んで少し驚いたのが、勝間さんが幸せというものに大きく心を割いていること。もちろん合理的な考え方はバンバン出てきますが、それよりも人が幸せになるためにはということを最重要視されているところにとても共感を覚えました。本動画ではこの本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。ライフハック2、やる気幻想を捨て報酬システムを作る。よくやる気が出ないのでやる気を出す方法を教えてくださいという相談を受けます。それに対して私が真っ先に言うのは、やる気幻想を捨ててくださいということです。多くの人は世の中には何事にもやる気がある人とない人がいて、自分はやる気がないタイプだからなかなか結果が出せないんだと考えがちですが、やる気というのは幻想です。もし自分がいる場所で火事が起きたら、走る気があろうがなかろうが全速力で逃げますよね。火事場の馬鹿力という言葉があるように、どんなに疲れていて何もやる気がなくても、おそらく一生で一番速いスピードで逃げることができます。自分がそれを達成しないと不都合がある場合は、誰でも簡単にやる気が出ますし、やってもやらなくてもいいことなら、多くの人は大体やらない方を選ぶものなのです。それはなぜかというと、私たちは生きていく上で、できるだけ頭も体も使わないようにできているからです。人類の歴史の中で、食料の調達が難しい時代が長く続いたから、カロリー消費を極力抑えたいというのが人間の体の原則になっています。ですので、やってもやらなくてもいいことなのに、無理やりやる気を出してやろうというのは本当に無理なのです。つまり、やる気が出ない場合は、これはやってもやらなくてもいいこととして私たちの本能が判断しているのかもしれないと疑ってみてください。例えば、英語を話せるようになりたいけど、やる気が出ない。というケース。英語を話せないとひどい目に遭う人はそうそういません。結局、やってもやらなくてもいいことだから、やる気が出ないわけです。逆に、かつての私のように外資系に就職してしまって、英語を話せるようにならないとクビになるかもしれない、という状況に追い込まれると、やる気の有無に関係なく、英語を話せるようになるわけです。ただ、切羽詰まった状況を意図的に作るのは難しいので、まず目標を達成する頂上までの道のりに階段を作るのがおすすめです。いきなり5メートル上の頂上まで一気に登れと言われても登れませんが、そこに20段とか30段の階段を作れば登れます。そうした階段の設計が必要で、その階段は無理なく簡単にクリアできる設定にすることがポイントです。さらに、頂上まで登りきるには、自分が今何段目に登っているかがわからないと、登りきれません。それは一種の報酬で、報酬を得られるから、次の一段を登る気につながるわけです。ダイエットの場合、水分でも筋肉でもなく、脂肪を減らすには、1ヶ月にマイナス1キロが理想とされます。月に1キロということは、1日にマイナス約30グラムで、それが報酬になります。ですが、30グラム減っても全然嬉しくないという人や、体重計によっては10グラム単位の計測ができない人もいるでしょう。その場合は別の報酬を作ります。例えば、1万歩歩いたらアプリやスマートウォッチに褒めてもらうとか、ダイエット仲間を募ってお互いに褒め合うのもモチベーションを維持しやすくなるでしょう。そうやって、自分がやったことに対する報酬を得られないと続けられないわけです。ぜひ続けたくなるような報酬システムを作ってみましょう。ライフハック28。本を早くたくさん読むための3つのコツ。本をもっとたくさん読みたいけれど、
読むスピードが遅い、時間が足りない、買ったはいいけれど積み上がって積んどくになるばかり。そんな風になかなか本を読めなくて悩んでいる方へのアドバイスが3つあります。まず1つ目、これが一番大事なのですが、本に書いている内容を全部読もうと思わないでください。もしくは全部覚えようと思わないでください。本1冊の文字数はだいたい7万から12万字で、それよりも少ないと出版できないんです。だから本当にいいアイデアと情報は5000から1万字しかないのに、それを何倍にも膨らませている本が結構多いのです。もちろんたくさんいいアイデアと情報が詰まっている本もありますが、逆に内容が詰まりすぎると意外と読みにくかったりもします。それでも無理して全部読もうとすると途中で断念しかねません。だから全部読もうと思わないことが大事です。気になる章から読んで構いません。また最初から順々に読む必要はありません。いっぺんに読むこともなく、目次を見て今日は面白そうだと思うところだけを読んでおこうという読み進め方で OK です。二つ目は、一行一行熟読しなくていいということです。日本語で書かれた文を 3,4 行一遍に見れば大体理解できると思います。慣れてくると一度に理解できる量が増えていきます。私はいつも1ページの半分ずつ見て大体理解する形でバンバン読み進めていっています。一行一行熟読すると1分間で500から600字ぐらいしか読めません。そうすると1冊10万字の本だったら、読み終わるまでに3時間前後もかかってしまいます。ノンストップで3時間ですから、実際はもっとかかってしまいます。本は本当に気になって、どうしてもここは知りたいなと思うところだけ止まって真剣に読めばいいわけです。斜め読みという表現がありますが、その方がいいのです。自分が気になることが見つかるまではどんどん飛ばして、さっ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 と斜め読みをしてください。三つ目は、本はもう読むのではなく聞いてしまうということです。私はAmazonで電子書籍を買ったら、スマートフォンや電子書籍の端末に読み上げさせて聞いています。聞くタイミングで一番多いのは歩くとき。私は1日1万歩以上、多いと2万歩歩いていて、時間にすると1、2時間。その時間を有効活用しない手はなく、日本語で書かれた本なら2、3倍速にすると2、3時間で聞き終えられます。この歩いている時間に聞く読書をすると、読書スピードはすごく上がります。聞いているだけで理解できるの?と思うかもしれませんが、大丈夫です。わからないことがあったら、端末を開いて目で確認できます。読書の最大の敵は何かというと、完璧主義です。せっかく買った本だから全部吸収したいという気持ちはわかりますが、一時覚えたところで、どうせ後で忘れてしまいます。本を読む醍醐味は何かというと、このアイデアだけ覚えておけば十分だというポイントを見抜くことです。それをキーアイデアと呼びますが、そのキーアイデアを読み取ることに集中して本を読んでみてください。そうすると本の読み方が今までとはガラッと変わると思いますよ。ライフハック56。起きていることはすべて正しい。起きていることはすべて正しいというのは私の座右の銘の一つです。私たちは辛いことが起きると、その現実から逃げたり、現実の認知を歪ませようとしたりしてしまいます。でも、起きていることは起きた時点で事実になっているので、起きた通りに正しく受け入れるしか選択肢はありません。目を背けないで一体何が起きたのか、しっかり把握をするしかないのです。人は起きるはずがないと思っていたことが起きると、反射的に否定したがります。こんなはずじゃないとか、これは間違いだといった理由をつけて、本当はこうなるはずだったんだと起きて欲しかったことに意識を向けがちです。そうしたところで事実は絶対に変わることはありません。だから起きていることはある意味すべて正しいと自覚して、次の行動を考えることが大切です。たとえどんなに状況が苦しくても、
今起きていることが将来の礎になって成長の元になることは必ずあります。それを見つけてバネにして前に進んでいこうじゃないかという考え方です。常に悲しいことや苦しいこと、悔しいことは起きます。起きてしまったことは過去の出来事と同じで変えることはできないわけです。変えることができるのは未来に対する考え方と行動です。選択理論心理学という考え方があって、人は常識や他人の意見ではなく自分はこうなりたいという動機に基づいて思考や行動をしていると、多少迷走することがあってもちゃんと前に進んでいけると言われます。今現在こんなはずではなかったという困難や苦境があったとしても、それがあった方が5年後や10年後に自分にとって良かったと思えることが多いのです。だから起きていることが正しいという認識のもとに、すぐさま未来に対する考え方と行動を積み重ねることができたら、より成長できて後々良かったと思いやすい。それに起きていることは全て正しいと考えると、無駄な抵抗をせずに済むので、いろいろと楽になってしなやかな生き方ができると思います。強い生き方には憧れますが、強すぎるとある日突然ポキッと折れてしまうことがあります。それに対してしなやかな生き方というのは、いろんなことで苦境や紆余曲折があったとしても適応しながらすり抜けていくことができるわけです。そういう姿勢であれば、短期的に苦境や悲しいこと、辛いことがあっても中長期的には大体うまくいくと思います。昨日より今日、今日より明日、その都度ベストな選択をしてより良くなる毎日を送りましょう。ライフハック73、ネガティブな反応へのスルー力を身につける。私が本や雑誌の世界だけで生きていた時は、批判や文句を言われることはあまりありませんでした。基本的に本や雑誌は私に興味があって買ってくれる人たちばかりだからです。それがテレビに出るようになって、私のことを気に入らない人の目にも触れてしまうようになると、ネガティブなことをたくさん言われるようになったのです。ネガティブなことを言ってくる人は大体数十人に一人しかいません。でも人間の心理は不思議なもので、数十人の褒め言葉には気持ちが向かなくて、一人のネガティブな意見に気持ちが向くようにできているものです。それは私たちが生き延びるために、できるだけネガティブなことは避けて、ひどい目に遭わないように気をつける性質があるためでしょう。だからどうしようもなく反応してしまうわけですが、人間の性質の一つだと割り切ると、過剰に反応しないでスルーしやすくなります。また世の中にはどんなに素晴らしい発言や目覚ましい功績に対しても、批判をする人は必ずいると割り切っておくこともお勧めします。誰にでも自分の考え方や生き方、ポリシーというものがあって、それらに合わないものがあると反論したり敵対心を表したりする人が数十人のうち一人います。そういうことをして相手の足を引っ張れば自分の価値が上がると考える人もいるでしょう。それは勘違いですよと言っても通じる相手ではありません。だから自然の摂理のように、数十人のうちの一人からネガティブな反応があるのは仕方がないと割り切ってスルーするのが賢いと思います。人には人を批判する自由もあるけれど、批判された側にも批判に従わない自由もある。そんな風に考えるとスルー力がつきますよ。100あるライフハックのうちのごく一部をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。一つ一つのトピックがそれ単体で一冊の本になるような深いテーマだったりしますので、もちろんそれぞれの考え方は比較的ライトな形で紹介されています。ですが各トピックのエッセンス、肝の部分を伝えてくれているので、これはいいかも、目から鱗とか、いやいやそれは全く受け入れられないとか、判断して考えるには十分な情報なんです。テーマも問題解決、目標達成、時間管理、インプット、アウトプット、お金、思考法、人間関係、片付け、料理、健康と
およそ生活する上で十分すぎるほどのカバー範囲です。皆さんの生活をほんの少し便利に前向きに変えてくれるような考え方が絶対にある本と言っても過言ではないと思います。ちなみにスマートフォンに電子書籍を読み上げさせて聞くという方法は僕も全く考えたことがありませんでした。具体的な方法を紹介しているサイトをいくつか見つけましたので、概要欄にリンク先を貼っておきますね。そしてちょっと嬉しいのが、本書は現在 Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方であれば無料で読むことができるんです。試しにダウンロードしてみて、パラパラとページをめくるだけでも、明日から便利に幸せになることが見つかるかもしれませんよ。興味がある方は、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。